はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、久しぶりに、カードをね、ものすごく散財したので、その紹介となります。こっちがネットショップで買ったもので、こっちが、普通のね、カードショップで買ったものになります。まずはじゃあ、いや、こっち本命だから、まあ、こっちにしましょうか。まあ、大体これわかるけどね。こっち買ったの見たら。はい、まずはこれ、こっちが、はい、これなんです。はい。仮面魔闘士シャイニングアイスライゾエルソードライゼオルソードライゼオル、ライオルデッドネーターライオルゼオルネッティングノードライゼオルノードライゼオルナードライゼオルライゼオルデュオドライブライゼオルデュオドライブ以上です。はい、ライゼオルですね。はい、まあワンボックスこれ買ったんで、結果的に3ボックスか、全然当たらなかったんで、ほとんどマリスだったんで、でまあマリスは連れが組みたいって言うから、あと粛清も連れが組みたいって言うから、そいつらにねちょっとぶっ発しちゃったんですけど、もうこれはねライゼオル組む予定なので、もう間違いなく勝っておかなきゃなということで、強いですね今ライゼオル。もうめちゃめちゃ優勝報告あるもんね。デモンスミス消えてたりしたから、やばすごいなこれと思ったもん。このまま駆逐していってくれるんだったらね、ライゼオルもマリスも、はい、どんどん流行ってほしい。でも強いんだわこいつら、戦ってる時も思うけどめちゃくちゃ強い。動きすぎでしょあいつ1枚からこんな1枚衝動あるんだったらね、もっと前にやあの何他のデッキにもくれよと思うぐらいにどんだけ1枚から動くねえと思ってはい、次こっちですね。はい、こっちドラスターで買ったやつ。はい、はい、ドミナスインパルス、ドミナスインパルス、ドミナスインパルス、で、エクスライゼル、エクスライゼル、ライスライゼル、アイスライゼル、ソードライゼル、以上です。はい。これもライゼルパーツと、プラスこれ、レオの波動です。高かったなぁ、これ。もっと安い時に買っとけよかった。2500円だよ。せや、もうこの5分の1ぐらいの値段だった気がするんだけど、最初。もっと安いかな。まあ、最初に買っておかないでこういうことになるといういい例ですね。皆さんも、ちょっとでもね高くなりそうなやつはもう早めに買っていた方がいいです。絶対損しないからその方がはい、もうここまで来たらもうこのネットショップで買ったやつ何か分かりますよね。ね、これなんか分かりますよねこれね。はい、いますよあ、もうこれあれだなっていうのが分かると思います。わざわざこっちはカードショップで買っといて、こっちはネットショップで買った、しかもライゼオル、思った人絶対いるでしょ間違いなくね。はいはいはい、行きまーす。テレレ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 今更買ってるからもうこれだけでどれぐらい2万以上多分余裕でかかってると思うけどはい、まあライゼオルはね組む予定で、マルスはねどうしようかなと思ってて、まあ強いとは思うんですけど、僕はなんかあんまりサイバースが好きじゃないのかもしれないあんまりねリンクを連打する感じが正直ね、受け付けなかった。なのでやっぱりエクシーズシンクロ融合、もう古いタイプの老人なので遊戯王老人なので、やっぱそういう古いタイプの召喚法でね戦っていきたいなと思いたいんですよ。別にリンクがね絶対ダメってわけじゃないですけどね、別に使うし普通に使うし。はい、それじゃあ以上です。今回ね、まあライゼオルをとりあえず組んでみて、動き物を全然ね一応戦ったことはあるんですけど全然まだ理解できてないんで、ちゃんと動きを洗練させて勉強してから動画とかね出したいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。